これをこれから食べるの？やったすごく大きなケーキだね。食べたいな。もう我慢できない。早く食べちゃいましょう。ジュリー、そんなに急がないで。まだカードを引いてないでしょ。はい。アレックスの言う通りね。早く引きましょう。やった、ケーキが舐めれる。私は食べれるわ。私は何もできないってこと？最悪。そんなの納得いかないわ。生クリームだけでもいいから舐めさせて。ダメダメ、そんなのルール違反だよ。おいしい。僕の分がなくなるからもうそんなことはしないで。すごい、本当に美味しいよ。もっと舐めたいな。たくさんあってよかった。一生舐めてられる。アレックス、もうやめて。私の番よ。ミラの言う通り、アレックスはもういいでしょ。鼻にクリームがついた。嬉しいよ、もっと食べられる。アレックスは少ししか食べられなかったけど、私はたくさん食べられるのよ。すごく美味しい。二人には何も残さないわよ。黙って見てることなんかできないわ。ミラが全部食べちゃう前に邪魔しないと。ちょうだい。絶対に嫌よ、二人とは分けない。あ、そう。後悔してもらうよ。アレックス、離してよ。顔中がクリームだらけだね。何も面白くないわ。二人にもお望みのものをあげるわよ。ケーキが欲しいんでしょ。ジュリーの目に入ったね。ミラ、何したの？二人が始めたんでしょ。新しいご馳走だよ。早く続けよう。今度は私が開けるわね。カモン。信じられない。これってサボテンよね。綺麗だね。トゲトゲだと思う。あ、本当にそうよ。手で触らなければよかったんだよ。絆創膏を持ち歩いててよかった。ちょうだい。ありがとう。アレックスのおかげで助かったわ。これで良くなったかな。はい、カード。やった。僕は何もしなくてもいいんだ。最悪、舐めないといけないの？私は食べないといけないのよ。僕は喜んで見てるよ。ミラから始めて。いやよ、ジュリーから。譲ってあげてるのに。私もよ、どうぞ。やめて、頭が狂っちゃうよ。じゃんけんで決めちゃって。いいアイディアね。やってみましょう。やった、ジュリーから始めて。アレックスのせいでこうなったのよ。二人で解決できたことなのに。あー、痛い。ベロに傷がついちゃった。わあ、ただのジョークよ。騙されたわね。ジュリー、面白くないよ。もう一回舐めて。そんなの嫌よ。ちょっと待って、いいこと思いついた。トゲを剃っちゃえばいいのよ。そうしたら安全なサボテンになるわよね。こんなのじゃ剃れないわ。もっと強いモードにしないと。そうそう、これ。あっという間に綺麗にしちゃうわ。見て、できてる。楽しいわよ。サボテンの美容師さんになりたいな。やめて、トゲがこっちに飛んでくるよ。できた。なんか言った？あ、ごめんなさい。勘弁してよ。早くサボテンを舐めて。わかったから焦らせないで。トゲがなければ簡単に舐められるわ。ほらね。ついに私の番が来たのね。早く食べちゃって悪夢みたいに忘れちゃえばいいのよ。苦い。すっごくまずいわ。見てて面白いな。ミラ、何したの？アレックス、ごめんね。我慢できなかったの。からかうからそうなったのよ。次のラウンドだね。私が開けるわ。大きなチュッパチャップスだ。やった、すごく大きいわね。せめて舐めたいな。カードをしっかり混ぜて真剣勝負をしよう。やった、食べられるわ。
私は舐めることもできないのね。やった、僕は舐められるよ。そんなのずるいわ。ミラ、そんなに怒らないで。もう決まったことなんだから。アレックス、私から始めるわね。しょうがないな。なんでこっちに投げたの？ごめん、気づかなかっただけ。噛めないんだね。何してるの？大丈夫？割ることなんてできないわよ。絶対にやってみせるわ。見てなさいよ。ジュリー、お願いだからやめて。嘘でしょ？ハンマーが壊れた。作戦失敗だね。チュッパチャップスを返して。僕はどうすればいいか知ってるからね。時間がかかりそうね。私は何をすればいいの？マニキュアをしようかな。できた。次は昼寝でもしようかな。無理だわ、アレックス。まだなの？ミラ、チュッパチャップスを返して。はい、奪おうとなんてしてないわ。少し手伝ってあげたの。カモン！すごいね。これでチュッパチャップスがもっと早く食べられるよ。やった、小さくなってる。あと少しで食べ終わっちゃうよ。これぐらいなら私でも噛めるわ。返して。すごく小さいわね。残してあげたんだから感謝して。ありがとう。何よこれ。キャンディーの中に何かあるわね。あ、ガムなのね。やった。ああ、僕が手に入れることだってできたのに。ジュリー、そんな大きな風船を作らないで。あ、割れちゃったわ。アレックスの言うことを聞けばよかった。ジュリー、大丈夫？なんかすごく臭くない？蓋の下から匂うみたいだね。うわ、すごい匂い。何が入ってるのかな。くっさい。誰かは食べないといけないんだね。だから早く始めちゃおう。舐めないといけないの？僕は食べないといけないみたい。やった、何もしなくてもいいのね。ラッキー。あ、痛い。そんなに喜ばないでよ。アレックス、そんなに緊張してるなら私から始めるわね。あ、近づかない方がいいわよ。やっぱり舐めないことにしたの？そんなのずるいよ。分かったわよ、舐めてあげる。やっぱやめた。魚なんて舐めない。なんで？怖いからよ。でも私は臆病じゃないから。もう一回やってみるわ。アレックス、離して。手伝ってあげてるだけだよ。お願いしてないでしょ。今度はアレックスの番よ。食べてもらうからね。何したの？気持ち悪いよ。これで1対1ね。始める準備はできてるわ。私からいい？かわいそうに。最悪なサプライズね。辛いものを食べると気分が悪くなるから大嫌いなの。ミヤ、笑わないで。自分のを開けてよ。キンダーエッグよ。やった、ラッキー。チョコレート大好きなの。スージー、邪魔しないで。私はどうすればいいの？辛い唐辛子なんか食べたくない。チョコレートにつければ美味しくなるのかな。確かめてみるわ。あ、それよりもいいこと思いついた。何してるの？チョコレートを舐めるだけじゃいけないわよ。ちゃんと食べて。やっぱりダメなのね。でも大丈夫。見てなさい、こんなの簡単に食べちゃうわ。わあ、体の中で火事が始まったみたい。自分の身を守らないと。もう我慢できない。火事よ。私の方に炎を出さないでよ。ごめん、わざとじゃないの。早く何か飲まないと。だいぶ良くなったわ。よかった。悪夢の終わりなのね。やった。スージー、何笑ってるの？顔がすごいことになってるからよ。少し良くなった？嘘でしょ？私のチョコレートが溶けちゃった。本当にわざとじゃないの。
そんなの関係ないわ。もう元通りにならないんだから。あ、サプライズは燃えてない。ラッキー、見て、キンダーサプライズがもう一個あるわ。最高。早く包装紙を外さないと。そうそう、これでやっと食べられるわ。あ、フォンデュに入れるのを忘れるところだった。チョコにつけたらもっと美味しくなること間違いなしよ。私にも食べさせて。絶対に嫌よ。スージーのせいでエッグが一つダメになったんだから。意地悪。やった、今度は何かな。一緒に開けましょう。あ、ポップイットだ。いいわね。私から遊びたい。あれ、なんで押せないの。どういうこと、壊れてるのかな。わからないわ。近くで見てみたら。え、壊しちゃった。穴が開いちゃったのよ。おかしいわね。なんだかいい匂いがするんだけど。舐めてみるわ。あ、グミなのよ。いいわね。私のポップイットもきっと食べられるのよ。なんで噛めないの。すっごく硬いんだけど。歯が折れちゃうわ。あ、痛い。私の顔が。今度からは何でもかんでも口に入れないでね。私はそろそろ自分のグミを食べるわ。チョコをつけたらもっと美味しくなったわ。最高よ。こんなの食べたことがない。私も食べてみたいな。少しだけいい。いやよ。だと思った。遊んで待ってるしかないみたいね。あ、待って、いいこと考えた。ポップイットにチョコを流し入れてみる。美味しい何かができるはずよ。スージー、どこ行くの。チョコレートが固まるように冷蔵庫に入れるの。はい、あとは少し待つだけよ。もうできたかな。出すわよ。やったー、もうすぐ食べられるわ。スージー、どこ行ってたの。見てればわかるわよ。ポップイットの中にチョコを流し入れて冷ましたの。そうしたらこんな板チョコができたわよ。すごいでしょ。もっともっとチョコを流すわよ。我慢できないから食べるわね。チョコが口の中でとろける。おいしそうね。食べてみてもいい。欲張りなのね。スージー、ポップイットはもらったわよ。はあ、柔らかい。つい押したくなっちゃうわ。誰にも止められないわよ。指が勝手に動いてるの。なんで勝手に触ってるのよ。どうせもういらないんでしょ。それならちょうだい。ミヤ、なんてことしてくれたの。破れちゃったじゃない。スージー、大丈夫。あ、ポップイットが。ミヤが勝手に遊ぶからでしょ。あ、でもこれでも遊べるのね。そうね、まだ遊べるみたい。やった、早く開けたいな。いいわよ。何これ、トウモロコシ。ミヤの方は何。棒アイスよ。ラッキー。そんなのずるいわよ。いいな、分けてあげようか。ありがとう。ミヤ、何してるの。面白くないわよ。すごく面白いと思うわ。ちょっと楽しみたかっただけなの。わー、おいしい。チョコレートとの相性もバッチリよ。もっとおいしくなったの。私も味わいたいな。スージーの助けなんかいらないわ。あー、おいしい。私の方がうまく食べれると思う。最高。なんか寒くなってきた。動けなくなったわ。ミヤ、どうしたの。何か言ってよ。あ、凍っちゃったのね。それでいいの。アイスクリームが食べられるからね。誰にも邪魔されないわよ。本当に美味しそうね。私だってアイスクリームを上手に食べれるわよ。全部見えてるわよ。ん？なんか言った？聞こえなかったわ。今温めてあげるわね。ガスバーナーでなんとかなるはずよ。
ミア、どう？良くなった？また動けるようになったわ。スージー、ありがとう。おかげさまで助かったわ。あ、私のアイスが。スージーが食べたのね。助けたお礼ってことでいいでしょ？あら、そう。それならこのトウモロコシを食べてもらうわよ。チョコレートにつければ美味しくなるのかも。確かめてみるわ。悪くないわね。ああ、やっぱりまずいわ。スージー、何するつもりなの？トウモロコシがあればあるものが作れるのよ。種以外のものは捨てちゃっても大丈夫。フライパンは何のためにいるの？まだわからないの？ポップコーンを作りたいのよ。そのためには種を温める必要があるのよ。私の顔の方に飛んでくる。予想外ね。ポップコーンの出来上がりよ。すごい、いいプランね。でしょ、こっちの方が断然美味しいのよ。あとはチョコレートをかけるだけ。綺麗ね。最後の仕上げは終わったわ。これで食べられる。美味しいこと間違いなしよ。あー、最高。もっともっと欲しい。スージー、私たちは友達よね。ミアも食べたいの？いいわよ。ちゃんと投げてよ。口の中に入ってこないわ。ごめん、視力が悪いの。頑張ってないだけでしょ。もう疲れたの。ポップコーンちょうだい。自分で食べるわ。私のポップコーンなのよ。あー、こぼれちゃった。早くキャッチしないと。いいわね。こんなのずるい。ずるくないわよ。私はポップコーン、ミアはバケツをゲットしたの。やった、新しい食べ物よ。今度は私から開けたいな。あ、コカ・コーラ、いいわね。そうね、ミアはラッキーね。スージーの方には何があるのかな。え、ブロッコリー？最悪。私もコーラが欲しい。残念。ミア、からかわないでよ。からかってなんかないわ。自分の幸運さに喜んでるだけよ。コーラとチョコレートを満喫するところを想像してるの。あー、コーラはやっぱり最高ね。ついにチョコレートを流す時が来たわ。美味しくなること間違いなしよ。やった、また満タンになった。あれ、なんで流れてこないの？チョコレートのせいね。でも大丈夫、力を入れれば出てくるはずよ。なんで出てこないの？あ、口の中じゃなくて顔に出ちゃった。ああ、汚れちゃった。もうちょっと気をつけなさいよ。でも大丈夫。すっごく美味しい。全部舐めちゃうわよ。すごい、本当に美味しそうね。私にも食べさせて。いやよ、スージーにはブロッコリーがあるでしょ。なんで思い出させるのよ。このことは忘れないわよ。すっごく臭いから早くチョコレートをかけちゃうわ。あー、チョコレートをかけても意味がなかった。最悪じゃない。こんなの誰も食べない方がいいわ。スージー、期待しないで。どうせ食べてもらうからね。そんなに言うなら分かったわ。ミアも後悔することになるわよ。口に入れるのが怖い。パパッと食べちゃえば味を感じなくても済むと思う。それでもまずいわ。まだたくさんある。もっと早く食べないと。スージーがかわいそうになってきた。それでも私にブロッコリーを食べさせるのね。そういうルールなんだから仕方ないんでしょ。最後の一口よ。これで満足？すっごく大きいお腹ね。あ、何か起こりそう。スージー、やめて。空気を汚さないでよ。窒息しちゃうわ。